はい、こんにちは、レトスノーノです。4月9日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。解けない問題がたくさんあるのは問題なし。そういった問題を解けるようにしないことが問題だ。どうやったら解けるようになるのか。独学や予備校に通っている方っていうのは、そこを自分自身で考える必要があります。時間がなくてもこれをやらなかったら合格には近づきませんし、来年も合格できないことになります。また、合格する人としない人は、考えるべき部分、時間をかける部分、これが違うんですね。個別指導ではそういった部分も教えていきます。無駄な部分はそこまで考えなくてもいいですよとお伝えしています。効率的に勉強すれば今年の合格もまだ目指せます。実際個別指導の受講者さんは毎年この時期からでも法律式ゼロから一発合格していきます。今からであれば合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。そして今年の合格発表の時、一緒に喜びましょう。それでは本日の3問に入ります。A が B に A 所有の甲土地を売却し、その際 B 所有の乙土地が売れた時に B は A に甲土地の代金を支払うという条件をつけた。A の代金債権の消滅事項はいつから進行するかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。問題文の状況としては、B さんが所有する土地があるんですね。乙土地っていうのがあって、これが売れた時に B さんは A に代金を支払う。つまり B さんは A から甲土地を買ってるんですよね。B は A から甲土地を買ってます。A がってなってるので、A を主語にしたら A は B に土地を売ってるんですね。甲土地を売ってます。つまり B が持っている土地が売れたら B さんは A から土地買いますよっていう条件なんですよ。で、この場合、売った側の A さんの代金債権、つまり A さんが B さんに甲土地の代金を取り立てる権利ですね。これの消滅事項はいつから進行を始めるかという内容です。で、答えは、B さんの乙土地が売れた時からなんですね。消滅事項の起算点、いつから進行するかというのは、権利を行使できる時から進行します。つまり、売り主 A が買い主 B に対して、代金の取り立てをできるのはいつからですか？これを考えればいいだけなんですよね。権利が行使できるってことは、取り立てができるってことなので、いつ取り立てができるかということなんですよ。で、代金を請求できるのは、つまり取り立てができるのは、乙土地が売れた時からですよね。B さんが持っている乙土地、これが売れた時からです。なので、A の代金債権の消滅事項は、乙土地が売れた時から進行をします。で、問2ですね。建物の貸借の売買において、当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、貸主がその内容を書面で説明した時でも、売買業者は定期建物賃貸借である旨を借主に重要事項として説明しなければならない、丸か×かという問題です。答えは、丸ですね。重要事項として説明しなければなりません。たとえ貸主が説明したとしても、重要事項説明っていうのは売買業者の責務なんですね。なので、重要事項説明としてちゃんと借主に説明しなければなりませんということです。で、ちなみに定期建物賃貸借っていうのは更新がない賃貸借契約です。契約期間が終わってしまって、更新しようと思っても借主は更新できないんですね。っていうことは借主にとってはこれ重要なことですよね。なので重要事項として説明しなければならないというルールになっているわけです。これは定期建物賃貸借が更新がないことをイメージできれば答えは導けます。関連付けて頭に入れておきましょう。その方が忘れにくくなります。で、問3ですね。市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない、丸か×かと。いう問題です。答えは、許可を受けなければいけませんので、誤りですね。許可を受ける必要はない。これは誤りです。市街化区域内の耕作目的による農地の取得っていうのは、参上許可が必要なんですね。届け出だけで良いという特例は適用されません。届け出だけで良い特例っていうのは、市街化区域内の特例なんですけども、これは4条5条だけなんですね。
3条は含まれないんですよ。なので3条は原則通り3条許可が必要だということです。で、なんでこの特例3条は適用されないのか、これ理由付けをして頭に入れると本試験で迷っても答えをその場で導けるようになります。で、この理由付けが理解学習の一つなんですね。なんで上記の理由については個別指導で解説していきます。丸暗記学習では本試験で頭が真っ白になって混乱する可能性がありますので、そうならないためにも理解学習ぜひ実践しましょう。で、この動画でですね、理解学習の細かいところまでお伝えしてませんので、ちゃんと理解学習をしたいという方はもう自分自身で、理解すべきところを調べていくってことをぜひ行っていただければと思います。で、自分自身で調べるの難しいっていう方はぜひですね、個別指導ご検討いただければと思います。宅建試験は理解できれば合格できます。理解せずに勉強し続けたとしてもなかなか合格するのは難しいです。理解をすれば勉強は楽しくなるし、また合格もしやすくなります。具体例を使ったり、イメージしたり、理由付けをしたりして勉強を行っていくのが理解学習です。難しいな、何言ってるのか分かんないな、実力が上がってる実感がないな、もしそう思われているのであればぜひ個別指導をご検討ください。個別指導では理解学習を行って一段一段実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で合格したいというのであれば一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。